アローハ。ロイヤルハワイアンヘリテージジュエリーの工場へようこそ。弊社のハワイアンジュエリーは全てのこの工場で手作りしています。私たちは1972年以来ハワイの人々へ最高品質のハワイアンジュエリーを提供しています。そしてハワイの人々によってナンバーワンのハワイアンジュエリーショップに選ばれました。これからブレスレットを作る過程をご案内いたします。こちらへどうぞ。まずはお客様のご希望の長さや太さにワイヤーを切ります。次はこのコンピューターで文字切りをします。ブレスレットを作るすべての過程において機械を使用するのはこの文字切りだけです。我々が使用しているオールドイングリッシュスタイルレタリングという英国の旧式文字は1887年にイギリスのクイーン・ビクトリアによりハワイのクイーン・カピオラニとプリンセス・リリー・ウォー・カラニへ金のブレスレットを贈呈した時から使用されている伝統的な文字です。次に職人たちは金もしくは銀の形を整え版出します。ここではブレスレットの形をこの特別な牛革を使用した生地で整えます。楕円形が一番の人気です。最初の磨きをした後ブレスレットにデザインが描かれます。デザインは全て手彫りです。手彫りによってデザインの細かいところまで正しい位置に彫られます。ここではデザインをブレスレットに描きます。私たちの全ての彫刻師は皆20年以上の経験を積んだアーティストなのです。この経験により一つ一つのデザインにアーティストの繊細なデザインが描かれます。この最後の磨きにより全ての角を丸くし、そしてとてもソフトなポリッシュがかけられます。次にブレスレットを洗い蒸します。蒸すことにより輝きが増します。そして最後の工程に入ります。伝統的な黒いエナメルはこのようにしてブレスレットに塗られます。とても細かい作業なので優れた視力と絶対にブレない手作業が要求されます。エナメルを塗った後オーブンに入れます。これでエナメルを塗る過程は終了します。ここで最後の工程に入ります。先ほど描かれたデザインを彫刻師が手彫りいたします。この手彫りによりブレスレットの美しさが生まれます。弊社では品質には自信を持っており、最高なハワイアンジュエリーを皆様に提供できることを誇りに思っております。またハワイアンジュエリーは次の世代に引き継がれる皆様の家宝となるでしょう。ロイヤルハワイアンヘリテージジュエリーのハワイアンジュエリーを手にした時からあなたもハワイの一部を身につけることとなるでしょう。